マルクス・バンハラは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。オムニアム・ギャザラムのギタリストであり、中心人物、またインソムニウムのギタリストとして著名。日本では、ファーストネームが、英語読みのマーカスと書かれることもある。フィンランド南部の港町、コトカの出身。音楽に触れるようになったのは5歳の時に両親が、マルクスをピアノ学校に入れたためである。マルクス 両親はマルクスを第2のボルフガングアマデウス・モーツアルと少なくとも第2のジャンシベリウスにするつもりだったとのこと。しかし、6歳の頃にハードロックやヘビーメタルを知り、クラシックピアニストとしての活動はそれほど良いものではなくなってしまった。その後もピアノを続けていたが、12歳の時にミュージックビデオで多くのギタリストを見たことで、ピアノをやめ、ギタリストへと転向する。 13歳の時、学校の第7学年の時、学校のイブニングパーティーでヘビメタルの楽曲のカバーを演奏したのが初めてのライブの経験である。この時、マルクスはギターに加えてボーカルも務めていた。時間を減るに従って、マルクスの音楽的思考はよりハードでヘビな方向へと変化し、です。セパルトゥラ、カーカス、アナイアレーターといったバンドを聴くようになった。 この変化の中で、リンゴクスウェーデンのインフレームスや、エッジオブサニティ、アットザゲーツ、オーペス、ダーク、トランキュリティといったバンドによるメロディックデスメタルの勃興、ノルウェーのエンペラー、ウルベル、メーヘムといったバンドによるブラックメタルの潮流に触れたことで、メロディックデスメタルへの系統を強めていく。15歳の時、オッリーラッパー来年と共にメロディックデスメタルバンド、 オムニアム・ギャザラムを結成。マルクス曰く、このバンドが自身が初めて結成した本当のバンドである。オムニアム・ギャザラムは、その後多くのメンバーチェンジを経つつも2015年現在も活動を継続し、6枚のアルバムをリリースしている。また、2000年にプログレッシブメタルバンドマニトーに加入。マニトーでは3枚のアルバムに参加したが、2009年に同バンドは解散している。 この解散後、ま、2等の新旧メンバーによって結成された、ハードロックバンドウルフトラップにも参加している。2005年には、プログレッシブメタルバンドマルプラクティスに加入。2015年までに2枚のアルバムに参加している。さらに、2002年には、ブルータルデスメタルバンドゴアペネトレーションを結成。同バンドでは2枚のアルバムに参加した。また、同バンドでは、 ファックフェイスというステージネームを使用していた。加えて、2009年には、カラヨキ出身のメロディックデスメタルバンド、ディアブロの、2011年には、ヘイノラ出身のプログレッシブメタルバンド、プレッシャーポインツのライブミュージシャンを務めている。2011年に、ビレバンニの脱退したインソムニウムに加入した。しかしながら、オムニウムやザーラムとの兼ね合いがあり、 加入当初はライブに参加できなかったことがある。そのため、元エンターマイサイレンスのツオマス・ヤッピネンが、ライブギタリストとして、インソムニウムのライブに参加したことがある。学業面では、キュメンダークソ応用科学大学で経営学学士を取得している。インソムニウム、オムニアム・ギャザラムでの使用機材、オムニアム・ギャザラムディスコグラフィーを参照。ありがとうございます。